デール校にちょっと話がある。しばらく待っててくれるか。うん、分かった。一人でうろうろするなよ。迷子になるぞ。平気だよ。リチャードも一緒だから。そうだな。アスベルはいつもソフィーのこと心配しているんだ。いつもアスベル、私のことを見ていてくれてるよ。でも時々一人になって考えたいこともあるの。そうか、そうだ。よし、行こう。僕の秘密基地。秘密基地？あ、でもここでアスベルを待ってなくていいの？そこの兵士に伝言を残しておく。そうすれば大丈夫だよ。ここだよ。変わってないな。懐かしい。自分の部屋にいると常に誰かが僕を見張っていたから、誰にも見つからずに考え事をしたりする場所が欲しくてね。それが秘密基地。そうさ、辛いことがたくさんあった時、ここに作ってあった秘密基地によく逃げ込んだものだ。そこで何をしてたの？毛布にくるまってリンゴを食べたり、冒険しよう。そうしていると不思議と辛いことと向き合う力が戻ってきたんだ。でも今はないね。ああ、もう片付けてしまったからね。私も作っていい？やってみるか。できたね。あ、できた。ソフィー、ラントに戻った後、アスベルとの生活の中で一人になりたい時があればここへ来ればいい。ラントじゃどこにいてもアスベルが探しに来てしまうだろう。じゃあここで毛布にくるまってカニ玉食べながら花の図鑑を読んだりしてもいい？あ、もちろんさ。そうして元気になったらソフィーはアスベルのところに戻ればいい。ソフィーの悲しい顔に一番悲しむのはアスベルだからね。
けど、ここが私の秘密基地になったら、リチャードの秘密基地がなくなっちゃわない？僕はもういいんだ。僕はもう大人だから、逃げ出したりはしない。この秘密基地は君にあげるよ。でも、それでもリチャードが秘密基地に来たくなったら。え？来てもいいよ。ここで一緒に本を読んだり、おやつを食べたりしよう。ソフィ。ありがとう。二人とも、こんなところで何をしているんだ？秘密って。大丈夫だよ、悪い話じゃないから。むしろ君を思ってのことだから。あ、俺を？いいから行こう。え、なんだよリチャード。いいから、ほら。Thank you.